ただいまより黒田斗真選手のインタビューを始めます。まず本日の試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、まあチャンピオンとしてまあ初戦で、まあ、そうですね、胸張ってまあチャンピオンと言える試合ではなかったなと思います。ありがとうございます。対戦相手の印象はいかがでしたか？そうですね、やっぱり思ってた通り、まあ若いんで、まあ勢いはすごく、まああったかなとは思うんですけど、まあそれ以上にまあ僕の動きが、まあ全然ダメだったなっていうふうに思います。ありがとうございます。プレスの方からご質問はございますか？お願いいたします。今日はバンタム級の試合が4試合組まれてて、黒田選手の前に、3試合あったわけですけど、大体見られました？いや、ほとんど見てないですね。まあ、それだけ、まあ、他団体からチャンピオン、元チャンピオンが、はい、乗り込んできたりとかっていう状況があって、はい、選手が増えてきてると思うんですが、その中で競い合っていくっていう状況に関しては、今、黒田選手としてはどう思ってますでしょう？そうですね。まあ、やっぱり、まあ、あまり、まあ、いい試合内容とは言えなかったんですけど、まあ、それでもやっぱり僕はやっぱ世界で一番強くなりたいっていうのがあるので、まあ、やっぱり、まあ、日本人の選手とはもう結構やってきたと思ってるんで、まあそうですね、まあ、外国人、まあ、強い、もっと強い、まあ、外国人を用意してほしいなと思います。ありがとうございます。最後にファンの皆さんへ一言お願いいたします。はい、まあ、チャンピオンとして、まあ、誇らしい、まあ、試合をすることができなかったんですけど、まあ、これからちょっとまた考えて一から出直してくるんで、まあ、これからも応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。以上、黒田斗真選手のインタビューでした。黒田斗真選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまよりラマダン・オンダッシュ選手のインタビューを始めます。まず本日の試合を振り返っていかがでしたか？Hello, كان الماتش كتير قوي بس أنا بعتبرها إنه دراو هي إنه تعادل ومن أول جولة أو تاني جولة عم بيضربني على المنطقة الحساسة فعم بروح لنص طاقة وكل ما عم بكمش لأضرب نيز كلينش عم بيوقع دغري على الأرض ف はい、まあ、強い相手でしたけど、ちょっと結果としてはちょっと納得はしてません。なぜかというと、まあ、ちょっと下のところに、まあ、2回キックされたことでちょっとどうかなと 思います。ありがとうございます。対戦相手の印象はいかがですか？ブラバレマブログバデロキャンミニーバスアナキャンフィナアテアクタルبس ما اعطيت لازم اكثر وبدي اشوفه مره ثانيه وحاطلع على اليابان وحاوقف بالرينج الياباني واكيد はい、まあ、最初に黒田選手におめでとうございます。でまだまだこれから彼と戦うつもりでいるので楽しみにしてください。ありがとうございます。プレスの方からご質問はございますか？お願いいたします。黒田選手に対して強さを感じた部分というのはありましたでしょうか？لا ما بقول لك لا كتير منيح هو قوي بس أنا كان فيني قلت لكم كان فيني أعطي أكثر لعندي وهو أول جولة تاني جولة عم بيضربني تحت وعم بيهرب مني كل شوي. هاي ما كاري が強いところを認めます。しかし私はもっとできると信じていますのでこれから私の実力を見せたいと思います。具体的にはどういうところに感じましたか？هو قوي اوكي بس هو كذا مره طالع على هيدا الرينج انا اول مره بطلع هيدا الرينج وبلعب قدام اليابانيه وما بتنسوا انا عمري 16 سنه هو 22 سنه يعني اكبر مني بست سنين بس وقفت بوجهه مهم ما نزلني كي او هو حكى انه بده ينزلني كي او بثلاث جولات ضايقت معه مثل النمر ما بنزل كي او انا はい、まあ、いろんなところが強かったんですけど、
私はまあ16歳で年の差があることを理解してほしいし、私はこれからノラみたいに強いと見せて、いいレッスンを教えてみせます。はい、最後にファンの皆さんへ一言お願いいたします。اكيد بدي اول شيء اشكر تيم شاركس وماي مانجر ديمي ثانك يو سو ماتش وبدي اشكر خيي اكيد احمد اونداش وخيي عبد الله اونداش ساعدوني كمان وشكرا كثير ثانك يو سو ماتش فور فانز جابان فانز اند ليبانيز فانز والكل بيحبني ثانك يو سو ماتش على كل شيء وعلى دعمكم الي。私にここで戦う機会を与えてくれた K1 の皆さんに感謝しています。そして私のトレーナーのタレックとそのチームシャークスとマネージャーのデミと、そして 私のファミリー家族にも、まあ、特にお兄さんたちにも感謝しています。であと、まあ、ファンの皆さんに非常に強さを与えてくれたことに対しても感謝しています。ありがとうございます。以上、ラマダン・オンダッシュ選手のインタビューでした。ラマダン選手、ありがとうございました。コロンダ、マフィック・ナズルナ・アーディ、タルジュムロン。はい、最後にコロダさんにメッセージです。コロダさん、私には負けられない、負けないです。私には勝てないです。すみません。以上です。ただいまより與座祐希選手のインタビューを始めます。まず本日の試合を振り返っていかがでしたか。はい、まあ、言うことないです。倒せなかったんで悔しいの一言ですね。はい、ありがとうございます。対戦相手の印象はいかがでしたか。タフすぎました。はい、ありがとうございます。プレスの方からご質問はございますか。お願いいたします。相手としてやりづらかったですか。いや、やりづらさとかはあまりなかったんですけど、やっぱり、まあ、聞いてるのに倒れない、倒せないかったんで、まあ、そこが反省点というか、はい、悔しいなっていう。はい、やっぱ世界はいろんな選手がいるっていう感じですかね。そうですね、まあまだまだだなって思いました。はい、ありがとうございます。とはいえ技がすごく回転しているように出てて、なんかこう自分のやっぱスタイルというものがもうより完成されたようなイメージもあったんですけど、その辺はどうでしょう。まあ、できる引き出しが増えすぎてしまってちょっとバラバラになってしまったのかなっていうところもあったりとか、まだ映像見てないんで何とも言えないんですけど、ま、倒せてないんで、はい、ダメだなっていう。それはあれですか、的を絞りきれなかったっていうのもあるんですかね。まあ、何でも聞かせられるので、まあ、そこからの詰めとかまとめっていうのが、まあ、ちょっとその相手のアーロン選手とかもこうず最後まで目が死んでなかったんで、行かなきゃいけないときにちょっと行けなかったかなっていう、はい、感じですかね。はい、試合後のなんか落ち込んだような表情はやっぱりその倒さなかったっていう。はい、やっぱりチャンピオンなんで倒さないと始まらないと思うんで、もうこの内容じゃね、こうダメですよね。はい、練習します。ありがとうございます。最後にファンの皆さんへ一言お願いいたします。はい、応援していただきありがとうございました。まあ、チャンピオンになっての初陣ということで、まあ、勝つことはできたんですけど、まあ、全然納得のいく内容とはいかなかったんで、まあ、しっかり練習に取り組んで次の試合では、もうめちゃくちゃ進化して帰ってくるんで楽しみにしておいてください。これからも応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。以上、與座祐希選手のインタビューでした。與座祐希選手、ありがとうございました。ただいまよりアーロン・クラーク選手のインタビューを始めます。
まず本日の試合を振り返っていかがでしたか？ The fight was amazing. I'm so happy to be here and to be on K1 and to fight against the best. And I think I showed that I have a lot of heart and I'm a great fighter. So that's what I think of it. そしてね、試合はとても楽しかったです。こんな素晴らしい競馬の舞台で試合ができて、相手も最高の選手でとても楽しめました。ありがとうございます。対戦相手の印象はいかがでしたか？ The opponent was really good. He showed why he's a champion and I respect his skills. はい、本当にチャンピオンらしいとても強い選手で、ここから尊敬しています。本当に強い選手でした。ありがとうございます。プレスの方からご質問ございますか？お願いいたします。アーロン選手は、自分のこう持ち味というか持てるものは出せたという、こう今お気持ちでしょうか？ I think I could do a lot more. I think I could have pushed him because as much as he did, I still showed some great shots. I still think I hurt him with a few little things and I just need to come back and push more on that.そうですね、振り返ってみるともっとできたことはたくさんあったかと思います。できたことはあったと思うんですけれども、やっぱりそれ以上に相手がいい選手だったので、なかなかそううまくはいかずに、 There's always, I can always do better, you know. いつもそうではあるんですけれども、もっともっとなんて言うんでしょうね、よくできたことは間違いないと思います。ありがとうございます。最後にファンの皆さんへ一言お願いいたします。Thank you so much for having me up here. I hope you really enjoyed my fight. I love being over here. It was a great show, great performance by all the other fighters as well, and I'd love to be back. Thank you very much. Arigato, Japan. そしてね、最後に本当にありがとうございます。こんな素晴らしい競馬の舞台で試合ができて本当に感謝しかありません。また戻ってくれればぜひ皆さんの前で試合がしたいです。ありがとうございます。以上、アーロン・クラーク選手のインタビューでした。アーロン・クラーク選手、ありがとうございました。ただいまより、エムレ・カラジャ選手のインタビューを始めます。まず、本日の試合を振り返っていかがでしたか？şöyle. Aslında maçı çok iyi hazırlanmıştım. Tek üzüldüğüm nokta, en çok üzüldüğüm nokta şu. Çok kısa sürdü. Tabii ki boks, bir yumruk, bir tekme.Her an her şeyin olabileceği bir spor. Yani ben kendimce, ben de şampiyonum ama karşımda da bir şampiyon vardı. Öncelikle tebrik ediyorum çünkü bu spor bunu gerektirir. Tek üzüldüğüm nokta Japon seyirciler beni daha fazla izleyemedi. Çok ters bir darbe aldık, kaşımız açıldı, bitmek zorunda kaldı. Çok antrenman yapmıştık, iyi antrenman yapmıştık. İyi çalışmıştım.Tek üzüldüğüm nokta o ringde 3 round savaşmak, dövüşmek ve gerçekten güzel bir maç seyrettirmekti. Ama olmadı. Tabii ki bu ilk değil, son da değil. Yani o yüzden inşallah bir daha Japonya'ya geldiğim zaman daha güzel maçlar, yani daha güzel bir performans sergilemeyi düşünüyorum. Tabii ki dediğim gibi rakibimi de...Tebrik ediyorum. O da bir şampiyon burada. Saygı duyuyorum, tebrik ediyorum. İnşallah başka bir sefer, başka bir tarihte Japonya'da çok daha güzel, çok daha iyi maçlar yapacağıma inanıyorum. はい。非常に長い間準備をしてきたんですけれども、試合自体は非常に短く終わってしまったので、非常に残念に思っています。勝負事ですので、これに関しては仕方ないとは、思っていますけれども、日本の観客の皆さんにいい試合をもっと見せたいというふうに考えていたので、これは見せられなかったので非常に残念です。でも相手選手には非常にリスペクトを持っていますし、おめでとうというふうに言いたいと思っています。できればもう少し長い試合をしたかったんですけれども、で次また日本に来れることがあればその時はもっといい試合をしたいというふうに思っております。ありがとうございます。改めて対戦相手の印象はいかがでしたか？yani şöyle o bir şampiyon Japonya'da, ben de bir şampiyonum, Avrupa şampiyonum, 4-5 ay önce en son Avrupa şampiyonu oldum. Ama dediğim gibi çok fazla çok istediğim performansı
gösteremedik. Çünkü çok kısa sürdü. Talihsiz bir darbe aldım. Sonuç olarak kaşım açıldı. Ve doktor maçı bitirmek zorunda kaldım. Keşke daha fazla kendimi izlettirebilseydim. Keşke daha iyi bir maç sergileyebilseydim. Rakibimi tebrik ederim. Sonuçta şampiyon olmak için o kadar maç yaptı ve o kemeri beline taktı. O yüzden iyi bir dövüşçü. Çok fazla anlayamadım zaten. Dediğim gibi maç çok kısa sürdü. Keşke 3 round dövüşseydik. O zaman daha iyi dövüş sergilemek ve daha iyi dövüşçü olmak o zaman daha iyi belli olabilirdi aslında. Ama dediğim gibi rakibimi tebrik ederim. Bizim sporumuz saygıyı gerektiren bir spor. Japon taraftarlara da ülkesine de çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. まあ、金子選手は日本のチャンピオンですけども、まあ、私も、トルコと、あと、まあ、ヨーロッパ の, まあ、チャンピオンを、まあ、取っていますので、もっといい試合を、まあ、したいというふうに、まあ、考えていました、まあ、残念ながら今回はですね、まあ、パフォーマンスを、まあ、十分に見せられなかったので、まあ、残念ですけれども、また、まあ、相手選手には本当におめでとうというふうに言いたいというふうに考えています、まあ、相手選手に関しては、まあ、これまでチャンピオンになるためにおそらく、まあ、非常に努力してきたというふうに思うんですけれども、まあ試合自体が短すぎたので、まあまあ、そこまでですね、よくわからないところもあったので、もっと長い試合をしてみたかったというふうに、考えています。まあ、最後に、まあ、日本の、観客の皆さんにも本日は見に来てくださりありがとうございましたと言いたいです。ありがとうございます。プレスの方からご質問ございますか？お願いいたします。金子選手があんなに速攻で来るとは想像していなかったという感じなんでしょうか？Yani şöyle, aslında sert bir maç olacağını biliyordum, hızlı başlayacağını da biliyordum, tahmin edebiliyordum. Ona göre de zaten efor olarak, kondisyon olarak çok iyi olduğumu düşünüyorum. 3 round böyle savaşabilecek gücümün olduğunu da biliyorum. Ama boks, kickboks bir tekme, bir yumruk işi. O yüzden her şey bir anlık, her şey bir ana bakıyor, saniyelik bir durum var. Dediğim gibi ilk defa hayatımda ilk defa nakavt oldum bu arada. 23-25 senedir dövüşüyorum. Hayatımda ilk defa yeri gördüm. O yüzden de bu duyguyu hissettim. Gerçi kalktım, doktor kararıyla bitirmek zorunda kaldık ama her şeyin bir ilki vardır. Maçın tabii ki hızlı ve tempolu olacağını biliyordum. Çünkü ben de öyle bir maç yapmak istiyordum. 3 round çünkü kondisyonum ve gücüm iyi çalıştığım için olduğunu biliyordum. İnşallah dediğim gibi bir dahaki sefere burada daha güzel bir maç yapıp seyircilere kendimi tanıtacağım. Emre Karaca'nın kim olduğunu daha güzel bir şekilde sergileyeceğim inşallah. Selamlar, saygılar. まあ、試合が始まる前から激しい試合になって、まあ、非常に速い試合になるということはある程度予想はしていましたし、まあ、コンディションも非常に良かったというふうに考えてはいるんですけれども、まあ、勝負事は、まあ、時に、まあ、一瞬で決まってしまうことも、あるので、まあ、今回はこういう結果になってしまったというふうに、まあ、考えています。まあ、これまで25年間から26年ほど、まあまあ、こうした格闘技をやってきて、まあ、初めてノックアウトをされたされたので、まあ、まだちょっと、完全にはですね、立ち直っていないところもあるんですけども、まあ、試合はまあ結局ドクターストップがかかってしまって、本当は3ラウンドやりたかったので、まあ、次は、まあ、より良い試合をして、エムレ・カラジャが、まあ、どういった人間であるのかということを日本の皆さんに見せつけてやりたいというふうに思っています。最後に改めてファンの皆さんへ一言お願いいたします。ジャポニーを çok sevdim。İnanılmaz bir saygı var. İnanılmaz bu spora da bir sevgi ve kültür olarak mükemmel bir görüntü gördüm ben Türkiye'den gelerek. O yüzden herkese selamlar ve saygılar. Çok teşekkür ederim göstermiş olduğu ilgiden ve alakadan dolayı. Herkese çok teşekkür ederim. まあ、今回初めて日本に来て、まあ、非常に日本のことを気に入りました。まあ、日本のことをまあ非常にリスペクトしていますし、まあ、日本 の, その格闘技文化がまあ非常によく発達しているということにまあ驚かされて、まあ、非常にこのことに関しても、まあ、尊敬をしております。まあ、本日はその見に来てくれた人ですとか、まあ、全ての人たちにありがとうというふうに言いたいと思います。ありがとうございます。以上、
エムレ・カラジャ選手のインタビューでした。エムレ・カラジャ選手、ありがとうございました。ただいまより金子明弘選手のインタビューを始めます。まず本日の試合を振り返っていかがでしたか？今回6月、その久村戦に前から、しっかり試合を刻んでいきたいっていうので、まあ、自分がやりたいって言ったんですけど、それはまあその自分のもちろん成長のためもあるんですけど、自分がただ試合したい試合したいって言って、こう見に来たお客さんだったり、まあ、見てる人が、まあ、来てよかったなっていう風にするのが、まあ、チャンピオンとしての仕事なんで、そこも果たさないといけないっていう両方の意味があるんで、まあ、そこに対してしっかり倒せたっていうのが良かったかなと思ってます。ありがとうございます。対戦相手の印象はいかがでしたか？やっぱ軽量の時も気合は感じましたし、すごい結構やっぱしっかり相手でも立ってくるんで、やっぱすごい勝つ気に立った、まあ、無敗の選手だし、勝つつもりできたんだなっていうのは感じました。ありがとうございます。プレスの方からご質問はございますか？もう今日は速攻で倒そうという気持ちでいたんでしょうか？そうですね、やっぱチャンピオンがしっかりここで俺が倒さないと、そこをその速攻を倒すっていうインパクトを残さないと、大会自体がっていうのは感じていましたし、そこは一つ自分の中のやるべきことだったかなと思ってます。そこには、試合後に言及された久村戦への、意味合いもあったんでしょうか？まあ、久村戦に対して試合でしかやれないものを僕は得たくてしましたし、そこは、まあ、自分の中で、まあ、やっぱまた一個成長できたポイントだと思いますし、そこに対しては久村戦もそうですけど、やっぱ今日この大会自体を盛り上げるっていう意味での意味合いの方が僕の中にはありましたね。ありがとうございます。先ほど中村プロデューサーが年内にもその久村戦を、まあ、やりますというような話をされたんですけど、金子選手としてはもう次でもいいぐらいの感じですか？そうですね、まあ、4月1ヶ月ちょうどなんですけど、僕の中で今日の試合で瞬殺したら出ようっていうのがあって、まあ、そこは瞬殺っていうか、まあ、しっかり早いダメージなく倒せたんで、まあ、4月、まあ、僕は出る気でいますね。7月。今日、もうちょっと破壊と再生というようなことをおっしゃってましたけど、はい、あちらの方は達成できましたか？破壊と再生というのは自分の今回のテーマだけじゃなくて、まあ、原点のことだと思うんで、まあ、その破壊と再生はこれからも続けていくものだなと思いました。最後にファンの皆さんへ一言お願いいたします。やっぱ今日出てみて、早い段階で出てみて、やっぱ僕が K1 チャンピオンとしてこの毎回興行を引っ張るためにも、まあ、4月その久村戦があるかないか別としても、なかったとしても4月も出る気がいますし、刻んでいこうと思ってるんで、まあ、そこがその久村戦に対して試合を出続けることがプラスだと僕は信じて、その中でこうお客さんたちが来て見てよかったなと思えるような興行を作っていくのももう一つの僕の仕事なんで、そこをこれからも期待してくれればいいかなと思ってます。ありがとうございます。以上、金子明弘選手のインタビューでした。金子明弘選手、ありがとうございました。